あ、どうも、オッキーです。よろしくお願いします。ライブで活動を始めて2年ちょっと経つんですけども、昭和の頃のですね、あのフォークソングをメインにやってます。それで、今日はですね、まず1曲目なんですけども、中島みゆきさんの、最近のヒット曲ですね、あの糸という曲を聴いてください。それではですね、最後に、歌う曲なんですけども、昭和の頃の、松山千春さんの代表曲です、旅立ちという曲を聴いてください。涙なんかじゃない。
どうもありがとうございます。大きいです。